はい、こんにちは、ピカですけどね、グランツーリスモ7やっていきたいと思います。今日何をするかというと、こちらの車わかります？シル80ですね。シル80は前がシルビア、後ろが180という車のニコイチ車なんですけど、イニシャル D の劇中でマコとサユキでいいんだっけが乗っていた車になりますね。今日はね、この車を使って何をするかというと、マコサユキのチーム、サユキが助手席に乗っていなければ藤原匠に勝ってた説、これを検証していきたいと思います。要はね、彼女が何キロぐらいなのかわからないけど、助手席にやっぱりこう重りが積まれていたっていうようなこと、やっぱね、2人乗りだとこのぐらいの馬力だとね、相当タイムが落ちると思うんですよ。でそれがね、どのぐらいのタイムが落ちていたのかっていうことを、まあ、ちょっとね検証していきたいと思います。はい、それじゃあやっていきます。はい、まずね、一番今回問題になるのはサユキの体重なんだよ。それがどのくらいだったのかっていうのをちょっと考えていこう。これイニシャル D のジャケットなんだけど、ね、こっちサユキなんだけど、サユキの方がちょっと背が低いのね。でマコはちょっとそれよりも背が高い。でマコと池谷先輩が付き合ってるわけで、こう並んでる絵があるわけ。池谷先輩が175センチって書かれてて、だいたいね、なんで多分マコが170ぐらいだってなんだよね。結構でかいマコなんで、ちょっとそれより背が低いということで、168センチぐらいだとして、このぐらいの肉付きだと、俺の今までの過去のデータベース的に言って48キロぐらいだと思うんだよね、体重ね。自称48キロだと思うんですよ。でこの女性の自称48キロっていうのは、だいたい54キロのことを言いますね。なので54キロだと思います。はい、で水着の芯とかが出てくるんですけど、あの水着の芯だとダイエットして、普段54だけど3キロぐらいダイエットして51キロぐらいで水着を着てるという状態だと皆さん思ってください。だいたいそんな感じです。だいたい49っていう人は、あの絶対50キロ以上あります、女性でね、体重。でも49とは言わないと思うんで、身長とあのだいたいこう外観でね、データをね取った結果、そういう形になりますね。目線がやっぱりね、車のこうキャンバーとか等もね、こうね、こう見るじゃん、こうキャンバーをね、こうパッと見た瞬間、あ、これだいたい1度ぐらいだなっていうのと同じように、目線でね、だいたい分かるようになってきますからね。ということで、まずはシルエイティ作っていきたいんですが、もうめんどくさいんで、こういうのね、アニメで検索するとね、こう出てくるんで、いっぱいね、はい、シルエイティ絶対出てくる、絶対出てくるぞ、俺邪魔。はい、はい、マコのシルエイティで一番人気が高いのどれですかっていう話ですよね。これですね、これですね。みんなちゃんと作ってんね。よし、これだ。もう来た。いいじゃないですか。これで適用で終わりですよ。こうやってウイングとなんかいろいろ、そうっすか。結構お金かかるっすね、シルエイティ。はいはい。あとはチューニングですね。チューニングをやっていこう。はい、チューニングのメニューとしては、だいたい230馬力ぐらいだと思われるので、230馬力ぐらいになるようにフルカスタムコンピューター、まあセミレーシングマフラーぐらいだと思うんだよね。そしてターボとかはやらずに、なんだろうな、スポーツインタークーラー、うーん、入ってるかな、ちょっとわかんないな。はい、でまあ LSD は多分入ってる。ちょっとね、マニュアルトランスミッションはちょっといろんな都合で入れておこう。はい、でまあこのぐらいの仕様なんじゃないかと思うんだよね。うん、あとやっぱりそうか、ブレーキパッドとスポーツブレーキパッドかもしれない。はい、フルカスタムサスペンションは入れないとちょっとこう変えられないからね。はい、このぐらいの仕様だと思います。はい、でこのぐらいの仕様で、はい、53キロのバラストを積むというねことですね。はい、バラストも買っときます。まあ、バラストというよりサユキですね、これ。これサユキですね。サユキ買っときました。はい、サユキですね。こんな感じで。はい、ということで、まあ、タイヤはコンフォートソフトでいいとしてうるせえな。はい、ちょっとねセッティングだけしちゃいますね。まあこんな感じかな。はい、でバラストを最初ねちょっと積んだ状態でやろう。サユキが54キロぐらいかな。でバラストの搭載値ですね、多分、まあ、フロントのシートに乗ると若干前寄りなんだろうな。こんな感じだと思います。はい、じゃあこれでやっていこう。さあやっていくわよ。今日はピカコとサユキでシルエイティテストしていくわよ。どのくらい出るか、まずはやってみるわ。
ギア抜けした。さゆきが重いのよ、あなたダイエットしなさい。そうピカコもちょっと太ったのよ、油断したわ。 CT7 で仕事に追われてちょっと油断したわ。2キロぐらい太ったわ。そっから500グラムぐらい回復したわ。わあちょっと待って、あなたが重いのよ本当に。ブレーキが効かないわ、ブレーキが効かないわ。さあバックストレート160キロ、まあ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 出るよ。12秒ぐらいかしらこれだと。あー失敗した。11秒8よ。いやー最後のところが少しアンダーよ。ちょっと出るわ。あーここがブレーキが効かないのよ。ちょっと一回あなた降りなさい。あなた乗ってると本当重いのよ。一回降りなさい。さああなた降りなさい。重いのよあなた本当に。さあ行くわ。ピカコ一人でもできるよ。さあ行きなんていらないわ。さあ。難しいアンダーオーバー。でも軽い、全然軽くなった。さゆき重すぎよ。おお頭がちょっと入ってくるようになった。これはタイム出ちゃうんじゃないの。こっからが難しい。このぐらいか。わあ11秒5、大して変わんないわ。もう一周いくわ。難しい。
ちゃめちゃ難しいこの車。はい、なんとか腕でカバーするのよ。リアカジュ、ここでリアカジュ、そう。1秒4。これはもう重りじゃないわ、運転よ。運転でタイムが上がってるだけよこれ。あー行き過ぎたー、けど立ち上がり重視で。難しいんだけどこれ。さあマコもう一回乗りなさい。さあマコもう一回乗ってテストよ。マコじゃなかったわ、サユキよ。サユキ乗りなさい。名前間違えるとコメント欄めっちゃ荒れるからね、気をつけなさいよ。やっぱり重いわ、やっぱり重い。もうブレーキも全然違うわ、アンダーの出方も違うわ。めっちゃ重い。あーここは若干曲がりやすいわね。あーどっち行ってるか分かんない。やっぱり難しい。もうこれ以上アクセル踏むと、わあ11秒後、変わんない。区間タイムとかいろいろ違うと思うんだけど、速いとこと遅いところが違うけど、結果的にやっぱりグリップが増してる感じがある。アクセル入れられる気がする。あーでもこういうところでねこうなっちゃうっていう、難しい。いやーどっちがこれね、だから違いはあるけど似たようなタイムであることは間違いない。だからコースによるね、本当に峠だったら若干積んでた方がいいかもしれないね。はい、それじゃあさゆきが太ったらどうなるかだけやってみるわ。さゆきが100キロだったときやってみるわ。さあさゆきが100キロ超えだった場合やっていこう。あめちゃめちゃ食う、まあ、ちょっと真面目な話をするとかなりこのなんていうかな、食わない状況、峠のね食わない状況を再現するためにコンフォートソフトっていうタイヤを使って、しかもちょっと足回りがねアンダーオーバーが出やすいようなセットにしてありますね。ちょっとデフ固めてね。あ、ここめっちゃ曲がってくる。
トラクションめっちゃある。いや、二足の立ち上がりの、二足の立ち上がりとかすごい。トラクションかかる。あー、こういうところの進入が鋭い。これ全然違うわ。ハイグリップタイヤを入っちゃって、ハイグリップのサーキットとかの路面だとバラストは積まない方が当然いいような気がするけど、でもやっぱりこういう路面が悪い状態とかタイヤがしょぼい状態で、あー11ピッチベストラップだもんね。あんなクリップ外しといて、同じセットだもん。全然違う。ここの今のパッて向き変わるあのトラクションのところが全然違う。変圧高って感じ。ちゃったけど、こっから踏めるか。あ、踏める。うわ、10秒台入った。はい、藤原拓海対真子検証してきましたけど、まあ俺の仮説的に言えば、まあ、峠の状況、結構ね砂が浮いてる峠の状況とか、まあ、当時のタイヤがそんなにグリップしないっていう状況からすると、実は左行きが100キロあったら藤原拓海に勝てたかもしれないっていう仮説はありますね。この検証結果で、結構いい勝負したんじゃないかと。いいのかこれいいのかな。でも確かにそのまあ作中の中でイニシャル D の中でやっぱり人が乗ってる乗ってないとかね、樹君を後ろに積むっていうのもやったんだけど、昔読んでてね、本当かよみたいな、そんな変わるんかよっていうことがあったんだけど、やっぱりこうリアルなシミュレーターっぽく、まあ、GT7 グランツーリスモもなってきて、まあ、きちっと検証できるようになってきてて、まあ、すごい面白いなっていうね、まあ、この検証結果が、まあ、どうであれ、まあ、でも違うってことが分かるっていうのが面白いな。まあ、だからあの時代にそういうのをね着目して、まあ、ああいう作品として残ってるっていうのは本当に面白いなって、それが一個一個こうシミュレーターで証明されていくっていう、実体験に基づいて書かれてるんじゃないかぐらいな気持ちまであって、改めてイニシャル D のもう全部今見直してるんだけど、面白いなってちょっと思いますよね。今見ても面白いし、でなんかこの後ねゴーストっていうやつが新たにアニメ始まるんでしょ。いや、その中で今度ね新たにこう進化した理論とかそういうのがどういう風に展開されてるのか、ストーリーがねどうなっていくかっていうのも、まあ、車好きとしてはやっぱ本当に見逃せないなっていう風に思いました。はい、ということでこういうのねまたやっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。本当に太りなさい、さゆき太りなさい。あなたが太ってなかったせいで負けたのよ私、ピカコよ。じゃあね、バイバイ。